ヒカル・ナはチェスのグランドマスター。2005年、2009年、2012年、2015年の全米チェスチャンピオン。世界ランキングの最高位は2位。レーティングの最高値は2816。1987年、大阪府平方市で生まれる。父親が日本人で、母親がアメリカ人のハーフ。1歳上の兄のアスカがいる。彼が2歳の時に、 一家は渡米したが、3歳の時に両親が離婚した。スリランカ人ファイドマスターで、後に、ママ父となるスニル・ウィーラマントリの指導でチェスを始めた。ウィーラマントリは、1992年に兄のアスカが幼児全米大会で優勝したことがきっかけで、中村兄弟の指導を始め、それにより彼らの母親との関係を深めた。1995年、7歳で、 本格的なチェスのトーナメントに出場し始めた。トーナメントに出るようになって、わずか3年後、史上最年少記録となる10歳で、アメリカ合衆国チェス連盟のナショナルマスターの座を獲得した。その後も勢いは止まらず、2001年にインターナショナルマスター、2003年には GM の称号を獲得した。当時ボビー・フィッシャーの保持していた記録を3ヶ月更新して、 アメリカ史上最年少の GM となった。2004年には、リビアのトリポリで行われた世界チェス選手権で、マイケル・アダムスを破るなどの活躍を見せ、2004年10月に、ファイドが発表した色レーティングでは2620ポイントをマーク。中村はアメリカで3位、世界でも83位のプレイヤーとなった。 2004年11月から同年12月にかけてカリフォルニア州サンディエゴを行われた2005年度アメリカチェス選手権では5勝0敗4分というトップの成績で試合を終了。同ポイントだったアレグザンダー・ストリプンスキーとのプレーオフマッチにも2例で勝利しフィッシャーが1958年に記録した14歳に次ぐ16歳という若さで優勝を果たした。ショータイムが制作している。 ドラマシリーズ、ビリオンズのシーズン5の第2話に本人役で一瞬出演している。ありがとうございます。